高橋奈々と久村奈々子の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河、MTV、ネイルミュージアム、他の提供でお送りいたします。Gアップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコム、チャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。こんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの高橋奈々と久村奈々子でお送りいたします。はいね、お届けしますけどね、はい、今日最終回、最終回じゃない、番組最終回じゃない、ね、この2人が最後の出演ということでございまして、はいね、今日なんと、はい、高橋さんなんかいいとこに行ってきたんですよね。はい、奈々、はい、子ちゃん、今月もスポンサーのネイルミュージアムさんで、うん、ジェネックネイリスト検定1級の越級の中の一つのミックスメディアアートを体験してきました。なるほど。なん、はい、このねネイリスト検定1級ということでございまして、これね3級2級1級と、うん、3級取って2級取って1級取ってっていうね順番に踏むんですけども、うん、今回の高橋さんはいきなり1級と、はい、いきなり1級ということでね、はい、ねミックスメディアアートってどんなものなんですかこれ。はい、うん、ミックスメディアアートとは皆さんエンボスのような浮き上がったものをイメージすると思うんですけれども、うん、なるほど、はいはい、実際には 3D のような立体のアートなんです。なるほどね、はい、イッツコムチャンネル10の方では画面に出てますね。こちらですね、画面にこちらの方が出てますよ、はい、ポイントは筆でミクスチャーボールを作ります。はい、のミクスチャーボールっていうのはアクリルのリキッドとパウダーを混ぜて丸いボールを作ります。はい、この丸いボールをネイルに落としてそこから立体の花びらなどパーツをつけていって立体的な、あ、画面に出てます。うん、なるほどね、はい、ポイントはあと一つ、ミクスチャーボールで花びらなどを飾りつけて、うん、立体的にしたらトップコートをつけて、ツヤなどを出していきます。こう前面に塗ってもすごいツヤツヤになるし、こう真ん中とか縁だけに塗っても立体感が出て、まあ、そこでもまたなんだろう、そのネイルの雰囲気とかも変わってきます。なるほどね、はい、さっき言ったね筆でねミクスチャーボールを作るということなんですけども、うん、このミクスチャーボールとはね、これパウダーね、粉ね、はい、粉、液体と粉で作るんですよ、アクリルの。でそれがねこの丸くする筆で、ね、うん、液体をつけて、うん、で粉でこうつけて、でちょっと、ね、3秒置くの。そうすると、ま、さ丸くなってくるんですよ、重力でね、丸くなって、うん、でそれを爪にこうつけてね、こちらの方、やって、置くというところでございます。これね3秒置いてあげて、であとねこの粉とねこの、リキッドと、うん、この、何でしたっけ、パウダーのねこのね、配合がちょっとでも、ね、おかしいとね、この今この立体の花びらなんですけども、うん、これが取れちゃったりとか、うん、いろいろねこれ大変なことですよ。逆にね柔らかすぎちゃうと、このパウダーが少ないとベチャーってなっちゃったり、うん、緩くなっちゃって大変になったりですね。かかり、でこのね今ね5コムチャレンジを見てる方、立体的にこう浮き上がるっていうのはね、またこの、 高さを重ね合わせてるんですよ、うん、ネイルのねこの 花びらがこう立体的に見えるのはね、高さを後ろから持ち上げてあげてるっていうところもあって、うん、そういうのを、ね、立体的に見せてるということで、うん、このねこれ高橋さんね、なんとねすごいですよ、一発で、ほぼ一発です、もう成功、本番に強い女ですから、さすがですね、器用かもしれない。そうあのね、実際にね、ネイルスクールのネイルミュージアムさん行く前はね、私運動神経いいんですけど手先器用じゃないんですよなんてこと言ってたんですよ。どうやらそれ嘘でしたね、手先も器用でした、とてもね、ハードルを下げて実はめちゃめちゃ器用みたいな、いやとてもねすごいね、楽しんでね笑顔になりながらやってましたもんね、うんうん、楽しかったです。そうあとねトップコートをつける位置もね、花びらのね脇とかつけると、うん、この陰影というかね影とかできたりとかして、光ってるところとさちょっとね霞んでるというところもさ、うんうん、あと立体的に見えるじゃん、うん、でそういうところも出てきてね、こういう体験をね、貴重な体験させていただきましょう。どうですか久村さん。いやすごい華やかで、うん、私もやってみたいなって思いましたね。なるほど。自分でネイルすることあります、はい、それともやっぱネイルしてもらうって感じですか。そうですね、私はネイルしてるんですけど、うん、自分ではやっていなくて、なるほど、お店に行ってジェルネイルをやってもらっているので、
そうなんですよ。でネイルミュージアムさんはですね、うん、そういう方でもねこう優しくいろいろワンツーマンいろいろ教えてもらえますからね、うんうん、あの意外とね趣味で始めてみたいなっていう方も始めてみて、うんうん、何かの目標でねこう実際に3級から始めて取っていく、うんうん、なんか目標あればさ自分で積んでいけるじゃん、こうあれこう時系列磨こうかなってあるから、うんうんうん、そういうとこもやったりするんで、うんうん、まあ、そういったことを、ね、きっかけにいろんなことできるからね。そうですね、私もなんか自分でやった方が思い通り、うん、その想像通りにできそうな気もするので、うん、ちょっとチャレンジしてみたい。あ、いいですね、はい、ね、ここでねそんなこと言ってますが、ななこちゃんね、はい、ネイルスクールのね、はい、ななこちゃんネイルスクール、うん、ネイルミュージアムの紹介お願いします。はい、ネイルスクールネイルミュージアムでは超少人数制で自分のペースで学べます、うん、聞きたいときにすぐに聞いて解決、はい、会話も弾みながら楽しくレッスン、また通学とオンラインレッスンのハイブリッド受講も可能です。あ、いいね、うん、さらに現在無料体験レッスンとオンライン説明会も実施中です、うん、ネイルミュージアムの詳細はネイルミュージアムで検索、またはネイルミュージアムのホームページよりお問い合わせください。はい、で、それ、はい、ね、このネイルミュージアムさんね、すごいことがあったんですよ、なんと、はい、ね、はい、ネイルスクールネイルミュージアムのスクール生がまた JNA スチューデントアワーを受賞しました。お、すごい、これね、JNA のスチューデントアワードっていうのはちょっとねお聞きしたんです、やっぱね全国にね何万人と生徒がこう受ける方がいるわけですよ、うん、でその中でもなかなか取れないそうです、うん、こういうのはね、でこういうところを受賞するっていうことはやっぱね、こういった、多摩プラザの力ですね、もうね4人も産んでるということですので、また今年もね、やっていただいたということで、やっぱね先ほどもね、中根先生もいろいろお聞きしたんですよ、レッスンね送った、うん、やっぱりこうやって生徒さんにねこうやって、自分が賞とか取るよりもこう生徒さんがやっぱ取っていただくのがとても嬉しいなと、うん、生徒さんも喜んだりとかこういろいろ努力した結果が実ってね、こういったね、うん、アワードを取れるということでね、まあ本当にねこういろいろやっぱ学んでてどうですか、高橋さん、楽しかったでしょ、はい、すごい楽しかったです、うん、そうだよね、なんか新しい趣味と、趣味と、うんうんうん、ネイリストになるだけじゃなくて、うん、趣味としてこう通って、うん、なんか習得したいなって思いました、うん、いや、そうだよね、もうあんだけ楽しんでね、難しい顔しながらちょっと難しい顔しながらできたらもうすごい笑顔になったからね、うん、どんどんやりたくなっちゃ う。そんな写真もね、あの高橋さんのインスタグラムのストーリーで、はい、後日載せますので、ちょっとねその写真も見ていてください、はい、ぜひね、はい、はい、ぜひ皆さんにもネイルスクールネイルミュージアムで楽しく学んでいただきたいです。はい、ぜひ学んでください。はい、はい、というわけで二人はどうですか、もう卒業式はもう終えたんですよね、はい、実は私も、うん、ななちゃんも、はい、火曜日に、はい、火曜日に、ね、あ、そうです、木曜日です。そうだよね、はい、どうでした、卒業式は大学4年間行ってましたけど、はい、なんか卒業式感慨深かったですか。そうです、ね、うん、でも意外とあんまりなんか実感が分からなくて卒業のな、まだそうですよね、そうですね、でも袴着れて、あ、頭切れて、はい、嬉しかったです。どうですか高橋さんは。はい、私はすごい慶応っていう大学が大好きで、うん、もう高校生の時からすごく入りたくて入りたくて、うん、頑張って入った学校なので、あ、なんか卒業するんだなって寂しくなっちゃいました。あ、なるほどね、なんかあの卒業証書なんですか、こういうあの写真を撮ってね、インスタグラムでこうなんですよ、こう縦みたいな、そう、学位機、学位、そうそう、学位をなんかね、みんなで写真撮ったりとかしててね、うん、なんか青春だなって思いましたよ本当に。久間さん卒業の写真まだ上げないのかな、インスタグラムに。そうですね、まだ今一生懸命写真選んでいるので、ね、いっぱい撮ってるからね、はい、写真を選ぶのが大変ですよね。どうですか、やっぱ卒業、大学の醍醐味っていうのはどうですか、卒業旅行みたいなのありますけど、どうですか、はい、卒業旅行とか、はい、あの高橋さんなんかヨーロッパとかなんか行ってましたね。はい、1ヶ月ヨーロッパ周遊してきました、うん、すごい、1ヶ月を、1ヶ月どうでした、1ヶ月、でも本当に1ヶ月行く前は日本1ヶ月も離れるのかと思ったんですけど、4カ国旅したので、もう本当にあっという間で、そうなんだね、あっという間か。久間さんどうですか、卒業旅行とかどっか。実は私もヨーロッパに行きまして、イギリスとフランスに行ってきました。いいですね、こうやってね、イギリスやフランスだったり、旅行に行けるようになってね、本当に嬉しいです。そうですね、駆け込みでね、2年生3年生とコロナの問題だったので、最後の最後に行きまくって、うん、
そうですね。しかも最後でですよ、なんとマスクなしでの出演ですから。はい、そうですね。まだ外れました。素顔みんな初めましてって人もいるんじゃないの、もしかしたらテレビでね、いつこもチャンネル10で見てる方、YouTube チャンネル、あれこんな顔してるんだなんて。なってたかもしれないね。いやね、どうですか、もう最近は暖かくなってきて、まあ、今日寒いですけど、うんうん、なんか服装ね、うん、あれも困ったりとかしません？なんか暖かくなったりする。そうですね、昼間と夜で全然気温が違うので、うん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 、なんかそうそう、俺面白いなと思ったのが、インスタ、ツイッターでね、番組ツイッターで今日久村さん上げてたのが、マフラーしてたよね。マフラーしたから、あれ、あ、そう、今日寒いもんなとか思いながら、でも今日の写真じゃねえからこれとか思いながら、ね、ちょっと真冬の写真を引っ張ってきました、うん、なるほどね、真冬の写真をね、はい、まだ載せてなかったので、載せなかった、あ、これ載せないやと、はい、そうですね、いいですね、真冬の写真、ちょっと季節外れね、季節外れでも、いや、いいですよ、もうね、そうやってね、季節外れなねこともとてもね素敵だと思います、はい、本当に、はい、今夜の選曲テーマは何でしょうか。はい、今夜の選曲は桜をテーマに私たちが選びました、うん、はい、マイプレゼンテーションでは私たちが卒業したいことをリスナーさんにプレゼンします。さらに G アップアミダクジや私と奈々子ちゃんの G アップ卒業式と盛りだくさんの内容です。今夜もいつこむスタジオ多摩プラザから生放送でお届けします。それでは今夜のオープニングナンバー、小袋で桜をお聴きください。お届けした曲は私高橋奈々が選曲しました小袋で桜でした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはいつこむチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、JCBA インターネットサイマンラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp
または FM サルースホームページのメッセージフォームから。いつこむチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は YouTube ライブからのコメントや Twitter でハッシュタグ G アップスプラートをつけてツイートをお願いします。はい、お願いします、はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんメッセージをいただいております。ありがとうございます。早速、うん、はい、読んでください、はい、ラジオネームサラサララップさん、ありがとうございます。高橋さん、久村さん、卒業おめでとうございます。ありがとうございま す。自分も今年から社会人になりますが、卒業は次へのスタートも控えていますから期待と不安が入り混じっていると思います。しかし様々なことに挑戦して乗り越えられたと思うので今回も大丈夫だと思います。これからの生活も応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、続いてラジオネームスヤリンさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナナさん、ナナコさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。ナナさん、ナナコさん、番組卒業おめでとうございます。お二人が7月に共演した時の動画を見返しました。配信中にお互いの顔をじっと見るシーンが多いのが印象的でした。食レポやお二人の名前の由来をお話ししていましたね。今後の社会人になるお二人の活躍を応援しています。ありがとうございます。嬉しい ね、はい、前回ね共演してますから ね、 そうですね、見返してくださって7月に、ね、はい、ナナという名前がつく方たち2人がナナズグリーンティーを紹介しているという回で、貴重な回ですからね。はい、じゃあ続いてラジオネームグレコの息子さん、ありがとうございま す、はい、います。高橋さん、久村さん、こんばんは。こんばんは。お二人が卒業するということでお聞きしたいことがあります。はい、ミスコン出身のお二人ですが出場時に面白かったエピソードがありましたら教えてください、うん、お二人の今後の活躍も楽しみにしております。なるほどね、はい、これ気になりますよ、はい、ミスコン時で面白いエピソードですよ。かなりハードル上がりましたけども、はい、何かありますか。ななこちゃん、何かありました。そうですね、うん、私たちは本番でダンスをミスのみんなで披露したんですけれども、そんなことするの。そうなんですよ。そうで、うん、なんですけど私ダンスが本当に苦手で意外と足同じ方向にしか なんか動かないんですよ。なるほどね。なんか違うのがじゃロボットみたいでいいじゃんか。間違ったロボットみたいで。それでそれの練習をしていて、うん、でも一つどうしてもできないステップがあって、うんうん、はい、でそれをそのみんなで練習した後帰り道に、うん、一緒に出ていた中丸えりちゃんと帰ってる時に、うん、駅のホームでもちょっと練習してたら、あ、いいね、怒られたっていう話です。あ、それは隣周りです。恥ずかしいからやめて。恥ずかしいからやめて。あ、そういうことね。そういうこと、そういうことね。ステップ練習してたら。はい、そうだよね。なんかね、久村さんって面白いけどすごい真面目だよね。確かに真面目、ね、はい、どうですか高橋さん、はい、さん、はい、私とミスコンって、うん、一番最後にウェディングドレスを着るんですけど、うん、そういう定番で、ね、うん、はい、で事前にフィッティングをして、うん、ウェディングドレスを決めて当日また着るんですけど、うん、はい、私なんか太っちゃって当日入らないかもみたいになってバタバタしてギリギリ入ってで結構圧迫されながら当日なるほどそう、それ私も太らないでねってその運営の子たちに結構ギリギリの感じでフィッティングするんですよ。だからちょっとでも太ったりすると着れなくなっちゃう、本当に入らない、へ自分の結婚式の時は絶対気をつけよう。そうだね、そうだね、確かにね、気をつけましょうね。はい、はい、面白いエピソードありがとうございました。はい、はい、じゃあ続いて、はい、続いてラジオネーム梅雨さんです、うん、はい、梅雨さん、ありがとうございます。ななちゃん、ななこちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。初めてメッセージを送ります、うんうん、質問です。番組出演で印象に残っていることは何ですか、教えてほしいです。なんだろうな、印象に残ってること何かありますか、ななちゃん。印象に残ってるのは、うん、やっぱモノマネが毎回こう準備しなきゃいけなくてそれとにかく緊張して、うん、私1回だけモノマネやったんですけど、うん、はい、結構それが印象的でした。なるほど。やっぱアナウンサーにはもう、うん、なんだ、アナウンス力だけじゃなくてこう対応力とか、ね、モノマネとか、ね、もう何でも必要なんだなっていう。あ、なるほどね、はい、あ、そうか、モノマネを別にアナウンサー力着てるわけで、その前でクイズだからね。そうですね、それもだしその緊張せずも自分を捨てて頑張るっていう、うん、なるほどね、大事だなって学びました、うんうんうん、さすがだね。そうですね、さすが。で私も本当、うん、一番いつもモノマネをしっかり準備一番ね、ドキドキする。そう、一番心構えして、はい、
でも3回披露したかな、うん、3回したあのめちゃくちゃ久山さんごめんなさい5回出演してます今日で5回目ですよねほとんどモノマネしてるこれ確かに多分準備しすぎて、うん、そのことしか考えてなくてなクイズどころじゃないんですね、 ないってことね逆にやりたかったってことだねそうですそうですそういうことねよかったですねはいじゃあ続いてはいラジオネームキーちゃんさん、はい、ありがとうございます。ななこさんお疲れ様でした。いつもななこさんの柔らかく温かい声に癒されていました。卒業は寂しいですが新たな道でななこさんらしく羽ばたいていけることをずっと願っています。私も春から高校1年生になるのでお勉強も自分磨きも頑張ろうと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ磨き合っていかないと ね、 そうですね、私も磨きます、うん、じゃあ続いて最後ですね、はい、はい、ラジオネームオレンジサマーさんからです。ありがとうございま す、はい、いますなあちゃん、久村さん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。なあちゃんと久村さんは卒業おめでとうございます。なあちゃんはミスコの時から応援してて明るくてキラキラしててものすごく元気をもらってました。あと1週間近くで新社会人となりますが何事にも積極的に楽しむなあちゃんなら大丈夫だと思います。これからもたくさんサウナや旅行に行けるといいですね。いつまでも笑顔輝くなあちゃんでいられますように頑張ってください、うん、ありがとうございます。嬉しいですね。温かいメッセージ、メッセージをね、もうね、うん、ありがとうございましたね本当に、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、はい、ではでは、はい、早速いきますか、はいはいはい、それでは早速早口こあたくさんのメッセージありがとうございます、はい、いいよ大丈夫だよ、はい、早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター、はい、今夜はリスナー引退ではなく卒業さんが作った早口言葉です。なるほど、ね、はい、楽しみです ね、 最後の早口言葉です ね、 最後だからラストだよ、ラストだ、絶対間違えられない。ななこちゃん早口言葉、最後の早口言葉の準備はいいですか。はい、今回も頑張ります。はい、今回の出された早口言葉ね、あれどこにありますか。下にあります。じゃあここにちょっと見せてもらおうか。はい、いいよ、はい、桜咲く桜の山の桜花、咲く桜なあり散る桜あり。おい、なるほどね、難しい、ちょっと長めですね、長いね、しかもかける2回だからねこちらね、うん、そうなんですよ、はい、じゃあ行きますかそろそろ、はい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 、じゃあまずね、はい、まず私からいきます。ななこちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。はい、頑張ります、はい、ミュージックスタート。これね、もう緊張してね、タイミング忘れるってことがありますからね。そう、もうリズム感なさすぎて、ね、とりあえずよ頑張って読み終わる。ま、 ずまだだからね、まだだよ。ま、だ今ね、読みそうになってたからね、今、船越さんから優しいキューがあるからね。はい、行くよ。せーの。桜咲く桜の山の桜花、咲く桜なあり、散る桜あり。まだ。はい、一回だけだけどね、いいよ、じゃあ次ね、はい、じゃあ七子さんいきましょう。せーの。桜咲く桜の山の桜花、咲く桜あり散る桜あり、桜咲く桜の山桜花散る。いいよ、いいよ、ちょっと足りなかった、足りなかったね。え、でも意外といけてませんでした。最初よかったよ、最初よかった、最初よかった。一回読める人と一回しか読まない人がいたからね。あれあれ2回読むのみたいな感じだったけどね。確かに2回なんかもう気づいたら音楽終わっちゃってた。いや、終わってるんだ、あれ勢いよく。あ、そう、ごめんなさい。いいよ、全然いいんだよ。はい、はい、じゃあね、難しかったです、ここで、ね、本当に。そうですね、まあいいじゃないですか。ありがとうございます、はい、本当にね、ありがとうございます。はい、ななこちゃん、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい、はい、皆さんにお知らせです。皆さんから私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。詳しくは G アップスプラットのツイートをチェックしてくださいね。採用された方は番組特製3月出演者の写真が入ったジンをプレゼントします。ふるってご参加ください。はい、ご参加ください。じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたので、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。お、はい、今夜のマイプレゼンテーションは私が卒業したいもの。3月は卒業シーズンということで、私たちの卒業したいものをリスナーの皆さんにプレゼンします。お、いや、いいですね、こちらね、卒業したいもの楽しみでございます。はい、まずはななこちゃんからお願いします。はい、私、久村ななこの卒業したいものはこちら、期間限定セールの爆買いです。
はい、どういうことですか？期間限定セールの爆買いと、はい、何爆買いさん気になりますよね。そうなんですね、私普段から期間限定と か、うん、なんかセールをやってると、うん、なんかそういうセール商品とかに弱くて、うん、ついつい買ってしまうんですけれども、あのいつも買ってるネット通販がありまして、うん、それのセール期間はクーポンが9個全部で配布されるんですよ、うん、でそのそうなると、うん、そのクーポンを頑張って使い切らなきゃって思ってしまって、うん、はい、一生懸命買いたいものを9個選ぶんですよ。なるほどね。そうなんですけど、うん、その無理やり選び出したものなので、はい、結局使わないものとか分かる、数合わせで買っちゃうからね。そうなんですよね、うん、っていうものが多くて、うん、そう、あのでもその友達と何を買おうかっていう話をして、うん、したりとか情報交換をしてる時はとても楽しいんですけ ど、はいはいはい、やっぱ使わないものはもったいないので、うん、ちょっとそういう期間限定とかセールっていう言葉に釣られないように、うん、その本当に欲しいものだけを買うようにしたいなって思っています。なるほどね、はい、素晴らしいですね。どうですか高橋さん、爆笑横でしてましたけど。いや、可愛い。可愛い。でもなんか気持ちわか、気持ちわかります、うん、あのクーポン使い切らなきゃって言って逆になんか思うツボないよね。そうか、本当に本当に思うツボで見事に買っちゃいますね。はい、分かる。気をつけたい、本当に。そうです。僕ねよくあの爆買いではないですけども、うん、余計なもんかもしれないですけどね、よく使うものは2個買ってますね。あ、これいいなと思ったらハサミとかね。同じもの2個買って、別々のとこ行くんですよ、職場と自宅とか、うん、同じものだ、全部同じもんで揃えてる、職場と自宅と、消耗品とかじゃなくても2つ買うってこと。2つ消耗品でも、まあ、ハサミでもハケとかね、あのゴミを、あのテーブルのゴミを吐くハケとかも必ず2つずつ揃えちゃう、だそういうね、期間限定セールの時に同じものを使うものをダブって買うっていうの手もおかしいね。それがいいですね。そうそうそう、新しいものに手を出すんじゃなくて、そう確かに必要なものを2つでやればさ、いいじゃん。でしかもさ、あの新社会人になるから、うん、そうそう、職場と家でね、家で使えるから、そういうのもありますんでね。あ、じゃあそうします。ちょっと爆買いはやめられないですけどもそっちの方向で全部使うけど友達とシェアしてください、はい、じゃあ続いていくんですかね。はい、はい、続いて奈々ちゃんお願いします。はい、私高橋奈々の卒業したいものはこちら、いたずらです。もうこれがいたずらかな。あ、映ってますか。いたずらって言ってのがいたずらかな、はい、うん、かわいいイラストも、はい、本当だ、はい、いたずらね、確かに。いたずらっていうのは私、はい、あの、はい、友達を驚かすのがすごい大好きで。どういうこと、友達を驚かすの大好き。友達の部屋から出るときにちょっと先に出て、うん、ドアの前で待って、うん、片手で、あの携帯スマホを準備して、うん、出てきた瞬間にわって言ってその動画瞬間を動画撮るみたいななんか大好きで、でもうそういう動画が携帯の中にももうたくさん入っててでそれをたまに見返して友達の驚いた顔なんか呆れた顔を見るのが大好きなんですけど、今までだいたい成功するんですけど、一回だけこうドア出てくる瞬間じゃなくて、こう廊下から出てくる瞬間を撮ろうと思ったら、違う人が先に手間が出てきちゃったことが一回だけあって、でも見た瞬間にあの、あ、違うと思って気づいたので、このわっていう声は抑えられたんですけど、こうムーブだけもう忘れられなくて、ね、無言でこう飛び出すみたいなことをしちゃって、まあ、それですごい驚かしちゃってしまったので、声は出てなかったけど、そうそう、反省してもう社会人になるし、このいたずらやめよう。そうだね、まあ、ぜひやめてほしいね普通にやめてほしいな、それね、はい、すごい、その動画をたまに見返すのが好きなので、うん、面白いもんね、はい、今まで撮りためたもので楽しもうと思います。あの、それさ、どこが面白いポイントなの？ドッキリして驚いてる顔がすごい面白いって言っちゃうの？うん、そうです。そのなんかやっぱカメラ向けると作った、うん、あの表情とかしかないから、うん、素の感じの友達が大好きで、うん、あ、なるほどね、はい、それはあの友達だけにしてるんだよね、はい、一応ね、はい、はい、そうです普通の人に迷惑かけないよね、普通のそこら辺の人にやってるんじゃないよね、はい、さっきのね、うん、とてもいいことだと思います、はい、やっぱね、友達と仲いいから、やっぱね、高橋さんね、すぐ仲良しになれるから、みんなね、こうなんていうの、コミュニケーションというかさ、そうね、まあ、愛されキャラだから、うん、もうね、やっぱすごい、そんなことされても、いやーとか言わないでしょ、何やってんの、何やってんのでしょ、うん、またやってんのって感じでしょ10回以上やってる友達はもう、毎回ドア開けるときは気をつけて気をつけているんだ。逆にいないっていうドッキリも確かに
なるほど、遠いから盗撮するとかもやってますまあね、あのそういう癖はもうね、はい、今月でおしまいにして、はい、もう学生で卒業したいと思います、はい、卒業してください、はい、本当よかったですね。まあね、はい、いやすごい卒業したいものということでいろいろありましたけどね、うん、はい、まあちょっとね僕もね卒業したいわけじゃないですか、なんかなんていうかな、思ったのはね、最近驚いた、さっき驚いたって言ってたでしょ、うん、僕驚いたことあったんですよ、うん、数日前に。なんと高橋さんが僕のインスタグラムフォローしてくれたんですね、はい、なんで今までフォローされてなかったことも気づかなかったんですけど、あのインスタグラムってフォローされましたみたいに来るじゃん、うんうん、それがさ、あれ高橋さん、あ今頃俺のことフォローしてると思ってあれが一番驚いたね。もしかしたらいたずらかもしれないなと、いたずらだと思った。そういう卒業直前にフォロー、そう卒業直前にねフォローするという、まあ、それは私があのこの番組の写真をね急にいっぱいあげましたから、それで気づいたんだと思うんですけどね、はい、ぜひね皆さんねフォローしてくださいね。私フォローしてますよね、確か。いっぱい出てきました、出てきて、はい、してますよもちろん、はい、というわけで私たちの卒業したいものはいかがだったでしょうか、はい、ぜひリスナーの皆さんも卒業したいものを YouTube のコメント欄やジアップスプラットをつけて、あハッシュタグをつけて教えてください。はい、それではメタリカでルクス エテルナを聞くください。すいません、
お届けした曲はメタリカでルクスエテルナでした。ジーアップ、あみだくじ。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてあるはずもないのです。そこでこのあみだくじに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではななこちゃん、今夜の数字を発表してください。はい、私が4月から始めたいこと。はじまな。私と旅。旅まな。私と学校。マナバナ。私の口癖。クセバナ。私意外と〇〇なんです。イガバナ。そして当たりは。当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。それではななこちゃん、1から6番何番選びますか。はい、何番選びます。そしたら3番でお願いします。3番ですね。はい、3番はどれかな。お、出ました。私が4月から始めたいこと、はじばなでございます。はい、はい、そうですね。それで私のはじばな、うん、4月から始めたいことは、はい、社会人になるんですけれども、はい、そのアフターファイブを充実させたいなと思っておりまして、そこで新しいことをたくさん始めたくて、はい、例えばお料理教室に通ったりだとか、あとはなんだろうな、ホットヨガとか。素敵。そういった、なんかあの完全な私のキラキラ OL の想像をしてるだけなんですけど、そういったものをやってどんどん新しいことを挑戦していきたいなって思ってます。ちょっと実際は仕事終わり疲れて家に帰りたいなってなってしまうかもしれないんですけれども、そこはどうにか頑張ってアフターファイブも楽しく過ごしたいなって思います、うん、そうですよね。やっぱね、最初ね、やっぱ社会人1年目ってね、うん、慣れないことも多いから、はい、最初はねちょっとね、あのなかなかアフターファイブって充実できないかもしれないけど、うんうん、徐々にね、はい、半年ぐらい経つとね、なんか掴めてくるから、うん、それからねこういろいろ掴んで楽しむから、うんうん、なんかこう何か習い事とかさ、うん、さっき言った料理とかもあるけど、うん、なんかねこう楽しんでね、そうですね、アフターファイブできるといいね、うん、なんかもうこれしたいなみたいなのある。なんかもうあのアフターファイブで、うん、もうなんかよくあるんだよ、ジム通いたいとかさ。あよくあるじゃん。そうですね、確かにジム、うん、なんか筋トレとかめったにしないんですけど、うん、する時も私今は家でやることしかしてないので、うん、本格的にジムに通って、うん、トレーナーさんとかに教わりながらやりたいですね。あとね、続けてほしいのはね、かき氷をずっと食べ続けてほしい。あ、そうですね。いやちょっと夜だと閉まってるお店が多いかもしれない。そうだね、アフターファイブじゃなくてもいいし、休みの日ただほら休みの日に今度本格的にね、はい、あのかき氷機を買って自分で作ったりとかできるかも、ね、作る側に、作る側に、ね、確かに業務用かき氷機買って、ふわふわのやつね、ふわふわのやつ限定ね、ちゃんとふわふわのやつね。ということでね、いやいいね、お話でございましたね。はい、そうですね。それでは続いてななちゃん、何番を選びますか。はい、じゃあ1番でお願いします。はい、1番ですね。1番は1番、お、当たりでございます。ありがとうございます。すごい、はい、当たりはね、通称と地域プレゼントします。ツイッターでお知らせしますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで当たりですから、好きなお話していいですよ。何がいいですか。はい、じゃあマナバナでお願いします。マナバナ、私と学校でございますね。はい、はい、どうぞ。はい、私大学では文学と慶応義塾大学文学部の美学美術史学専攻というところで学んでいました、うん、そうだったのね、はい、美学だったのね、はい、美術史とか、はい、ルネサンスの美術作品とかをずっと4年間学んできたんですけど、はい、とヨーロッパ旅行に行った時に、うん、こう美術館に行って、なんか有名な絵だなとかじゃなくて、うんうんうん、あ、これはこのメディチ家の人がこう誰々に描かせたやつだなとか、うん、こうパトロンがいてその人のコレクションなんだなとか、うん、そういういろいろ背景が分かるとすごい美術館巡りとかも楽しかったので、うん、やっぱりこう社会人になっても学ぶこと、こう社会人でその仕事に関係ないことでも学びを続けて、うん、こう実生活、他のプライベートの豊かに彩りを与えていきたいなと思いました、うん、あ、いいですね、うん、やっぱり、ね、そういったそういうね、美術の話っていうのはね、やっぱ今意外とね、美術館も
あの曜日によっては夜遅くやってたりとかもしますんで、うん、そのアフター、さっき言ったアフタールームとかじゃないですけども、うん、はい、意外とね、あの大人とかもいろいろ、あ、平日時間ないなとかじゃなくて、遅くまでやってる美術館行けば、あ、会社終わってからも行けるねとか、いろいろありますんで面白いですね。やっぱどうですか、ヨーロッパ行ってそういった美術とか、うん、この有名じゃないやつとかありますって言ってたけど、うん、僕前にね、あの東京現代美、あ、東京じゃない、あの東京の、あの写真美術館ですね、うん、の方に行って、あの、あの学芸員の方で聞いたんですけど、ヨーロッパね、写真が流行った理由っていうのがあって、あの要は肖像画を描くのがヨーロッパ当たり前だった、うん、どんな田舎でも貴族でも昔は絵を描いてもらった、うん、でもその代わりに写真が出てきて、あ、撮って渡せるっていうのが、うん、この広がった理由なんだっていうね、うん、そういった絵画がもう元根付いて肖像画を描くということがあったから写真がこう広まったんだっていう話を聞いてね、うん、なるほどなって、文化によって違うんだなってもありましたけどね、そういった背景が分かると面白いってことですよね、うん、はい、私もヨーロッパ旅行でフランスでいっぱい美術館とか行ったんですけど、うん、あんまりちょっとよく分からず素敵だなと思って見てただけなので、うん、私も勉強したいなと思いました、うん、なるほどね、いや、いい素敵な話でございましたね本当に、はい、はい、どうですか、ね、楽しかったですね、はい、はい、やっぱ雨だくじ楽しかったです、うん、はい、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それではななこちゃん、曲紹介お願いします。はい、ヨルシカで春泥棒をお聴きください。お届けした曲は私久村奈々子が選曲しました。ヨルシカで春泥棒でした。Gアップ卒業式。では本日はダブル卒業式ということで、高橋奈々さん、久村奈々子さんの卒業式を行いたいと思います。まずは高橋奈々さんの卒業証書を読み上げさせていただきます。卒業証書、高橋奈々殿。高橋さんは去年5月21日に初めて出演、進行役を多く務めていただきました。ありがとうございます。高橋さんといえば誰からも好かれることだと思います。スプラウトメンバーで高橋さんを知る人からは高橋さんのことを絶賛ならして、とても高橋さんは愛されてるんだなと実感しております。番組では朗読劇も担当していただきましたが、練習よりも本番の方が素晴らしく演じたのも印象的です。本番に強い高橋さんも4月から社会人です。いろんな経験を積んで楽しく過ごしていきましょう。
これからも高橋さんのことを応援しております。令和5年3月25日 G アップスプラウトスタッフパイソンでございます。どうぞおめでとうございます。どうぞ。はい、こちら直接なかなか渡すあれもありませんけど、あと、副賞じゃないんですけども、こちら、はい、高橋さんのこちらのネームプレート卒業バージョンです。はい、ありがとうございます。というわけでね、ちょっと今お先に読ませていただきましたけど、高橋さん、ジアップスプラトの思い出やリスナーのメッセージをお願いいたします。はい、すごくたくさんお世話になったジアップスプラトで、はい、パイソンさんにはもちろん、はい、いろいろご指導していただいてあとこの YouTube のコメントでもたくさん励ましていただいて、はい、あとメッセージもたくさん送っていただいて、うん、こう最初はなかなかフリートークとか、うん、もうそのアナウンス力とかもダメダメだったんですけど、うん、こう皆さんからのこうコメントとかを楽しみに毎回出演を頑張れていました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、うん、もうね、高橋さんといえばね、本当に愛されキャラですからね。またね、こうやってね、こう素晴らしい、なんていうの、性格がさ、明るいんじゃないんだよね。明るいとこもあるんだけども、なんていうの、こう、なんて開けてるっていうかさ、優しい感じがしてね、とてもいいなって僕はいつも思ってました。本当にこれからも社会人頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、では続いて久村奈々子さんの卒業証書読み上げたいと思います。はい、今動揺して反対に持っちゃいましたね卒業証書、久村奈々子堂の、久村さんは去年の4月9日に初めて出演、バイト仲間の吉国さんと出演されてましたね印象に残っているのは今年初めての放送で進行役をしていたことです。瀬村さんは、まあ、落ち着いているので進行役はできていると僕は思っていました。実はこれ宮尾さんも言ったことなんですね。期待通り落ち着いてしっかりと進行役を務めていただきました。ありがとうございました。さらに印象深いのは、私が TikTok を見ていたらみくちゃんの広告でどっか見たことあるな、こんな美女がいるなと思ったら久村さんだったことです。あれは本当に驚きました他のスプラウトメンバーにもこれ久村さんじゃねって相談したんですけど、多分そうだと思いますとみんな言ってましたそんな久村さんも4月から社会人です。これからも笑顔で明るく、めっちゃみくちゃみたいな広告で恋人感覚な活躍も期待はしてませんけども、社会人として普通に活躍を期待しております。はい、久村さんのことをずっと応援しております。これからも頑張ってください。令和5年3月25日 G アップスプラットスタッフパイソン、どうぞありがとうございます。はい、おめでとうございます。本当にね、こちらも、はい、こちらもね、はい、卓球部ということでこちら見せてあげてください。はい、たくさん思い出をね、かき氷もありますしね、はい、浴衣を踊ったり卓球やったり、ミスコンのウェディングドレス、さっき言ったねウェディングドレスもありますけどもということで久村さん、はい、ジアップスプラトの思い出やリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、約1年間短い間でしたが、聞いてくださったリスナーの皆様ありがとうございました。ありがとうございました。私は本当に人前に出てお話しすることがあまり得意ではないので、もう初回放送をの準備をしている時はもう緊張でもガチガチだったんですけれども、もうその初回から始まったら、その放送が始まったら、そんな緊張もなくなるくらいすごい楽しくて、あっという間に時間が過ぎていって、でもそうやって思えたのはこの温かいそのパイソンさんだったり船越さんだったり、あとはそのリスナーの皆様からのメッセージのおかげで、その頑張れたなっていうふうに思うので、本当にその温かい番組の G アップスプラウトが私は大好きです。はい、もっともっと出たかったなっていう思うんですけれども、今日は残念ながら悲しいんですけれど卒業会なので、悔いのないように最後まで今日も楽しくお届けできるように頑張ります。本当に1年間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にね、メッセージありがとうございます。いやね、久村さんといえば、なんていうか、やっぱり緊張してるっていう感じは全然しなかったですね、実は初回も。いや、めちゃくちゃ緊張して本当に、はい、母とに聞いてもらって、うん、一人でこのやってみたりとか、あ、なるほどなるほどすごい練習して、なんかね、落ち着いてるってイメージはすごいあった。なんか緊張してるって感じじゃなくて、こうなんか、うん、
あのすごい笑顔がね素敵なんですけど、楽しんでる感じもあったし、とてもね良かったなと思いましたね。本当にさっきもちょっと文章の中でも言いましたけどね、はい、あ進行役できるなと思ってて、まあ、なかなかそういったタイミングと出る機会とかなかったですけども、まあ、でもね一回でも進行役できて良かったなってすごい思ってます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、この2人といえばね皆さんご存知だと思うんですけど、同じ大のミスコンですね、はい、出てて、はいですね、しかもね同じ7という字も使ってあれですけども、はい、7でねなってます。でしかも先ほども言いましたけどね、7月にねナナズグリーンティーの会でね、はい、一緒に共演して、実はね前もこれ放送でも言いましたけどね、お二人が出るっていうのが決まってから、うん、ナナズグリーンティーさんにこの7の7月に、7という名前の人が出るんで、ぜひ紹介させてくださいということでね開拓いただきまして、タマプラザのねこちらナナズグリーンティーさん開拓いただきまして出演いただいたという、いろいろご提供いただいたということでもございます、うん、やっぱり、ね、G アップスプラウトもねカラーがグリーンですから、お茶のグリーンとね、うん、合っててよかったなと思います、うん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 、まあねでもなんかあっという間だよね。僕ね卒業って感じしね、もうなんか1年だったのみたいな感じもするしね。いや本当にあっという間でした、うん、ね、うん、どうですか、もうあっという間なところで5回なんだよ、5回お二人ちょうど5回出てるんですけど、うん、5回あっという間だった、あっという間でした、はい、本当 に、 だからこれもまた学校と一緒なんですけど、卒業の実感が湧いてなくて、うん、なるほどね、多分後から終わっちゃったんだなって思うと思います、うん、ね、はい、ただねいっぱいねネームプレートも残ってますし、はい、いろいろねグッズがありますから、はい、それ見返していただいてね、はいはい、まあ、そういったところも思い出ということで、まあね、こう大切な思い出の2人のねこの番組のね大切な思い出になってくれたら嬉しいなと思います、はいはい、社会人になってもねこの番組出てねいろんなことやったなとかね、うんうんうん、いろんなことを思い出してね、はい、頑張ってくださいね本当にね、はい、もう僕らもねリスナー皆さんもそうですけど応援してきますんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、というわけでねあっという間に時間が来てしまいましたけども、はい、どうですか最後の出演になりますけども、はい、二人とも何かどうですか高橋さん最後の出演ですが、はい、でも同じく実感が湧かなくてすごい寂しい、うん、寂しさもちょっとよくわからないんですけど、はい、でもここで経験させていただいた、うん、学んだこととか皆さんからいただいた、うん、こう応援のメッセージとかを胸に4月から社会人頑張りたいと思います。ありがとうございます。どうですか、はい、もうあとね時間が4分くらいしかないですけども、そうですね、もうあっという間ですけどね、どうですか、うん、もう終わっちゃうよ、終わっちゃうよって、終わっちゃう、あと今回モノマネが残念ながらないんですよね、うん、あしたいってことそれ、いや準備してないです、実はモノマネ準備してきたんですけど私たちっていう、卒業式していただいたので、はい、その代わりにクイズが、そうなんです、今日はお休みです、クイズもないんですよ残念ですけどね、いやね、もうこういったね卒業会ってね寂しいですよ送る方も、うん、ね、僕らね、僕と船越さん取り残されて、リスナーさんもそうかもしれないけど取り残されて、またね4月からはどうなんですかね、どうなっちゃうんだろういやでも楽しみですねこれからの、これからの出演者も、はい、今度はリスナー側で私たちも見たい、はい、聞いて、うん、コメントたくさんしようかな、はい、本当にしていっぱいして、うん、いっぱいね、なんかその時分かるようにしてよ、なんかこの最後に語尾にひまわりとか花を出すとかさ、確かになんかさ語尾全部7みたいな、数字7ないいね、2人とも7だったらどっちか分かんないよでもいやね、そういった形でね、うん、リスナーとしてもね、うん、ぜひね、うん、楽しんでいただけたらなと思います、はい、まあね、これがさ、いろんな出会い別れもありますけども、うん、まだ僕たちの関係さ続きますから、いつでも応援してますからね、はい、はい、ありがとうございます、ぜひね、頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます、はい、ではね、こちらね、はい、ななこちゃん、はい、うん、最後の番組出演いかがでしたか、はい、はい、本当にあっという間で、はい、でも楽しかったです、はい、はい、ななこちゃんそろそろお別れの時間です、はい、はい、皆さんこの番組には公式ツイッターがあります、私たちもつぶやいていますのでぜひフォローしてくださいね、アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト、また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています、 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくださる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス
fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしておりますよ、うん、ね、今日ね、この放送はこちらの最後ですね、最後でございますが、はい、なんとね、この後に YouTube ライブだけでおまけコーナーがございます、はいはい、それが2人のね最後の本当のラストラストになりますんでね、はいはい、ぜひねそこまで YouTube ライブお付き合いいただけたらと思います。はい、はいはい、今夜のお相手は高橋奈々と久村奈々子でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河、MTB、ネイルミュージアム、他の提供でお送りしました。